腹筋100回やるより、万歳で帰る足の方がお腹がへこみますのグダラストレッチです。いわゆる普通の腹筋というのは、腹直筋といって、ここお腹割れるところの筋肉しか、刺激されないです。万歳して、帰る足腹筋すると腹横筋といってね、ウエスト周りかなり細くなりますよ。とっても簡単で、ベッドでできる内容なので、スマホ見ながら気軽に一緒にやってみてください。ご自宅にメジャーがある方は、計測しながら一緒にやっていきましょう。はい、まずはですね、うつ伏せの状態からやっていきたいと思います。うつ伏せになったらですね、つま先持ってぐーっとお尻に近づけていきます。いきますよ、20秒です。前もも伸びてる感じがあれば OK です。お尻かかとにつかないよって方は全然大丈夫ですよ。その分前ももが硬いということなので、めちゃくちゃ伸びしろありです。なんで前ももなのって思うのかもしれないんですけど、股関節インナーマッスルが、この辺緩んでる方は前もも硬い傾向にあります。しっかり伸ばしてあげましょう。 OK。 はい、次こっちの足でつま先持ってぐーっと、前もも伸ばしていきたいと思います。しっかり、呼吸してくださいね。動画の中で特に厳しいことは言わないんですけれど、呼吸だけはしっかりしましょう。じゃないとね、より辛くなってしまうので、できるだけ楽に一緒にね、痩せたいので、呼吸だけ、それだけ、約束してください。頑張って、もう少しよいしょ。はい、そしたらですね、上半身は完全にダランとして、ぐーっと足を遠くに伸ばしていきたいと思います。20秒です。この辺り伸びてれば OK ですよ。ぐーっと脇腹の伸びてる感じがあれば OK です。できるだけ遠くに足をね、足がちょっと引っ張られてるっていうイメージで、ぐーっと伸ばしていきましょう。どうですか、皆さん。そうです、そうです、そうです。頑張って。OK!はい、そしたらこっちの足いきますよ。20秒です。じゃあ、ぐーっと引っ張られてるようなイメージです。どうですか、皆さん。素晴らしいです。皆さんね、家で動画見ながらね、やってるってめちゃくちゃ意識高いことだっていうことで、ね、皆さん自覚してくださいね。ほんと素晴らしいです。頑張って頑張って。いいよ。そうです、そうです。素晴らしい。はい、そしたらですね、手でぐーっと体を起こします。起こして、このお腹、腹直筋ですね、伸びてる感じがあれば OK です。いきますよ。30秒です。この時ね、腰が、曲がってる、この辺痛いって方は、肘ついちゃっても大丈夫です。自分のできる範囲でやっていきましょう。お腹伸びてる感じがあれば OK ですよ。しっかり呼吸してくださいね。そうです、そうです。どうですか？伸びてる感じありますか？腰ね、あんまりね、反らしたら痛くなるのを気をつけてやってください。よいしょ。はい、そしたらですね、膝と肘立てます。立てて、ぐーっと猫背にして、膝つきプランクをやっていきたいと思います。30秒です。膝の位置をですね、前にやるとめっちゃきついです。で、手前に引くと割と楽ですね。で、お腹をこうちょっとね、おへその覗き込むぐらい腰丸めちゃった方が、より腹筋に効くので、おすすめです。で、じゃあこの肘の位置ね、自分で調節してくださいね。肘の位置です。めちゃくちゃ強度が変わるので。腰ね、丸めることだけは意識してください。30秒長いので、きつい方はね、10秒でも20秒では休み休みやってくださいね。よいしょー。はい、そしたらですね、ちょっと四つん這いになります。四つん這いになったらですね、ここ、股関節をぐーっと手を挟むぐらい、ぐーっとお尻を引きます。ぐーっと引く。股関節を曲げる運動ですね。いきますよ。30秒やっていきましょう。股関節をぐーっと引いて、お尻。以上、引く。引くときに息吐いて。よいしょ。お腹はですね、股関節と、もう筋肉とね、連動してるのめちゃくちゃ股関節、緩ませてあげることが大事です。ふぅ。頑張って。そうです、そうです。よいしょー、素晴らしい。はい、そしたらですね、次は仰向けになります。仰向けになったらですね、股関節を片方ずつ、よいしょ、内側に入れていくようなイメージですね。いきますよ、30秒です。ぐーっと股関節動かしていきましょう。これはね、速さとかは大事ではないです。丁寧に。動かしていきましょう。
どうですか、皆さんついていけてますか？YouTube のには、再生速度を変える、機能とかもついているので、一時停止をしてみたりとかね、自分のペースに合ったやり方ちょっとね探してみてください。しっかり呼吸して飲んで、以上、素晴らしい。はい、そしたらですね、次足カエル足にしますよ。カエル足にしたら手をバンザイします。バンザイしたらですね、お腹を思いっきり吸って膨らませます。でふーっと吐いてきて、思いっきりお腹薄く潰していきますよ。バンザイ、思いっきりバンザイした状態でいきます。いきます、30秒です。吸ってお腹膨らまして、吐いて吐いて、お腹薄く潰す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 、そうですそうです。で、はい、吸って膨らませる。なんか膨らましたら潰して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 、万歳した状態で潰す潰す。お腹この辺硬くなってれば OK ですよ。ぐーっと背中と床の隙間もなくなるぐらい潰す。で、吸って OK です、素晴らしい。はい、そしたらですね、この状態でカエル足のまま足を上下にやっていきたいと思います。この時ね、下っ腹意識しながらやってみてください。いきます、30秒です。以上。この時ですね、筋力足りない方いると思います。ちょっとね、お尻をこういう感じで手で持ってあげるとかなりやりやすくなると思います。よいしょ、腹筋をぎゅーっとね折りたたむようなイメージです。どうですか皆さん、頑張ってしっかりね、呼吸吐きながら、よいしょ、頑張って。そうです、よいしょ、30秒長いですよね。あー、素晴らしい。はい、そしたらですね、またカエル足のまま股関節ぐーっと開きます。そしたらですね、足パタ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 させて股関節伸ばしていきましょう。ふぅ、ちょっとね、きつい種目が続いたので、休憩ストレッチも兼ねてね、股関節伸ばしていきましょう。呼吸整えてくださいね。あんまり辛いよって方は、気が上がっちゃった方は、一時停止とかね、押して、休憩してみてください。しっかり呼吸吐いて。息するのも大事なんですけど、どっちかというとね、吐くことの方が、大事なのでね、吐き切るということを意識しながらやってみると、かなりね、お腹周り、引き締まると思います。じゃあ、はい、そしたらですね、次、またカエル足でバンザイしていきたいと思います。次はですね、カエル足で肩甲骨グッと上げます。上げたらこの状態で、バンザイして足、手をパタ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 させていきたいと思います。かなりきついので、これ10秒間を、3回やっていきます。いきますよ。肩甲骨グーッと上げて、ここを、腹筋をキュッとする感じです。いきます。10秒です。カエル足でパタパタです。頑張って頑張って。肩甲骨浮かせて。これかなりきついよって方はね、肩ついたっても大丈夫です。そうするとかなり楽ですよ。頑張って。よいしょ。いや、きついですね。腹筋をギューッと縮める感じ。わかりますか？では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 、もう一回やっていきたいと思います。10秒です。スタート。肩甲骨上げて。手をパタパタ。頑張って。素晴らしい。はい、そしたらラスト1回いきますよ。10秒間頑張りましょう。スタート。よいしょ、肩甲骨上げてね。頑張って、頑張って、息止めないで。よいしょ。はい、そしたら最後の種目です。ちょっとね、お尻ぐーっと浮かせたら、この状態のまま足を大きく回していきましょう。はい、それでは40秒間いきます。スタート。よいしょ、できるだけね、大きく回していってください。ふぅ。これで最後の種目になりますけど、まだ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 やりたいなよって方は、概要欄におすすめの、ストレッチ貼ってあるので、ぜひね、そちらもやってみてください。Twitter と Instagram のアカウントも概要欄に貼ってあるので、もしよかったらね、遊びに来てください。皆さんもう少しで終わりです。本当にお疲れ様でした。なかなかね、今日うまくできなかったよって方はね、それはね、伸びしろです。明日からね、また一緒に頑張っていきましょう。もう少し終わりです。以上、頑張れ！頑張れ！よいしょ、素晴らしい。本当にお疲れ様でした。もしね、この動画がいいよって方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。